皆さん、こんばんは。こんばんは。ジャイムチャンネルでーす。ついに我々の第2回目の生配信が決定いたしました。記念すべきですね。記念すべきね。第2回目は我ら編集の中丸さん、9月4日誕生日おめでとう。ありがとうございます。ということで、この誕生日9月4日に我々に第2回目の生配信をさせていただくことになりました。気になっているでしょう。お時間の発表でございます。これは何時だ。いい時間かな。いい時間がいい。時間は午前11時からです。え、よくないですか。え、なんでそんな時間になったんですか。誕生日って大体なんか夜にとかに祝う。11時ですか。じゃあ11時から11時59分59秒までいいですよ。おまけして午前中に終わるってことですね。じゃあ午前中に終わります。何ですか何ですか。ちょっと実はふうまさん、はい、まあ、31日の動画でも言いましたけど、ちょっと来れない。そうです。あ、稽古稽古そうしゃあない。しゃあないな。そうしゃあ、そこしょうがない。で、稽古の時間を何時まで終わるかっていうのも全く見えていない中待ってるとちょっと遅くなる。あ、そうですね。で、遅くなると中丸くんから次の日週一だから早くしてくださいっていう、まあ、あまりにも遅いのはちょっときついですね。厳しいですね。お酒とかも飲んじゃったら響くんで、週一に響かせないためにも早く時間しなければならないということで11時です。ざっくりとんすね。だからって11時じゃなくていいでしょ。いや、これ12時からトラビスジャパンのダンスチャンネルがオープンするんです。これ邪魔できません。じゃあそうですね。13時頃からなにわ男子の生配信で、18時半頃からなにわ男子の生配信、19時は相葉くんの動物園、19時か20時に美少年の通常の動画、21時ショーチャンネルということで、パンパンなんすね。パンパンなんすね。で、14時17時でございます。それちょっと中丸くんがテレビ出てます。すげえ。なので今回我々がトップバッターで中丸くん誕生日を祝おうと。音楽トップバッターないね。で、まず第一章我々が、いや、だってちょっともう多分本当に来れないです。これは完全にだから風磨はちょっと真っ只中ですね。多分参加できずなんですけど、まあ、ちょっと我々考えたことあるんで、正直もう今回ね絶対参加した方がよくね。ちょっと、まあ、好きだな。菊池が参加した方がよかったと思う。絶対もう本当になかなか見れない姿は多分見れると思います。マジで落ち込んでる。嫌っすよ。それで俺抜きで中丸くんの画像使って大喜利とかだったら。いやいや、そんなレベルじゃない。違う、マジで史上最大だよ。俺結構びっくりした、マジで。あ、本当のやつですか。いや、ジャニーの時には最大。え、めちゃくちゃ気になる。俺もさっき聞いて、あ、これ、あ、そんな感じ。11時から、うん、俺ら結構早く会えるもん、それね。やんなきゃいけないから。ちょっと手繰り派して。手繰り派するんすか。手繰り派。あれは絶対必要です。手繰り派しなきゃいけない。だって我々がやるんだから、2人が。いや、マジで考えてるの、本当に。何を。超楽しみ。手繰り派して午前中から11時からやってます。でもちょうどちょっと起きてゆっくりしてるぐらいの時間じゃないですか。それぐらいがちょうどいい動画になると思います。生配信になると思う。でもみんなでもしね祝っていただけるんであれば、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。お願いします。待ってます。お願いします。お願いします。9月の4日11時から生配信よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしてます。お願いします。